アルブダニ沿いの方針に地方強力な領主方針に怪我しられた。そしてシャブレー産地であると。シャブレー産地でフランス王の力で、西には、進めなくて、サボイア家のプリンスたちは伯領そして公領周囲の領地の要塞化を進めた。その後彼らはピエモンテおよびサルニア王国に、昇格し、王家を得てイタリア北部全土とピエモンテに、焦点を移動させたということですね。フランスの方には向けなかったということです。ここが、リソルジメントの要素となる。リソルジメント。イタリア統一運動のことかな。フランス革命時代、サボイア家の領地は1792年にフランスに合併された。この時はフランスになっちゃった。サボイア公国はモンブラン県。モンブランがあるところはね、ある山があって、そこからフランスとスイスに分かれていて、モンブランの上の方に行くとね、イタリアの国境もね、近かったりするような場所ですね。隣、9つの、小さい郷、小さい郡に分裂された。ジュネーブが合併されると、ジュネーブもこの公国になった時があるんだね。ジブのジュヌボア北部フォーシーニシャブレーとカルバン派のコミューンは、コミューンっていうとフランスの方だよね。わかんないけど。レマン県、レマン湖の湖のあるところにあるんだろうね。を構成した。一方で、アヌーシはモンブラン系にあった。なんかごちゃごちゃして、わかんないね。で、1815年、サボア家は革命以前の領地を取り戻した。サルディーニャ王はカルスト・アールベルト支配下の1835年から1837年まで公国の再構成が行われ、二人の行政区シャンベリーとアヌシーが創設され、将来の県の分割につながったと。トリノ条約と国民投票に続いてサボア公国はフランスに合併された。オートサボア県が旧サボア公国北部3県の一部から新設されたと。これはフランスに合併された最後の大都市県となった。県はその歴史と三カ国の国境地帯との位置、地元の独立、自主独立主義、豊かな方言、バレダオスタ州、スイス、ノルマンド地方との友好関係をも保っていると。イタリアとスイスとフランスの、ね、国境地帯なんだね。モンブランに登るとですね、スキーする人もいてですね、
こっちに行くとフランスですよ、こっち行くとスイスですよ、向こうに行くとイタリアですよっていう、そんな風にね、分かれ、コースが分かれていて、あー、スキー板を担ぎながら旅するのも面白いなって思ったんだけどね。いやー、荷物とかそういうのどうしたらいいか分かんないよね。まあ地元で家が、地元に家がある人は楽しいスキーができるね。20世紀初、うん、初頭ね、西郷、でも日本でも西郷業界というのは戦争用の飛行機を作ったりするために府中市なんかにもね発達しましたけども、こういう内陸の山のところにもね できるんだね。ユジーヌ、が急成長、非常に、役目を果たしたということですね。この製鉄場ではフランス国内で生産される特殊鋼鋼の半分が生産された。その後1922年には電気化学会社となり、ステンレス号を生産したと。1942年11月から、43年の9月までオート・ザ・ボアはイタリアのファシスト政権に占領された。イタリアに占領されちゃったんだね。まあ日本の戦後を迎える直前で取り戻したのかな。そんなこんなですね。はい。多分ね、リグなんじゃなくて、ここは山の上の方ですよ。大群ね、大群ねで。